に思いを馳せる。それはどこかふるさとを思う気持ちに似ています。楽しかったあの日、涙を浮かべたあの時、そして大切な人の笑顔、懐かしくも鮮やかな記憶は未来へ向けて歩む私たちの心の糧。さあ、昭和をひも解く旅に出かけましょう。サンスター文化の泉、ラジオで語る昭和の話。この番組はサンスターの提供でお送りします。ご機嫌いかがですか。宮崎美子です。石澤典夫です。この番組では昭和と今の変化について考えることが多いんですけれども、宮崎さん、映画の見方も時代とともに変化してきましたよね。そうですよね。映画館に行くというその従来の方法に加えて、はい、テレビで放映されるその映画を見るとか、あるいは家庭用ビデオに録画するとか、さらにはレンタルビデオ DVD 店が登場するとかね、また今さらに変わってきてますよね。そうです、そうです。ですから、パソコンで、好きな時に何回でも映画を見られるという一定料金のサービスも出てきてるわけですけれども、でもどうでしょうね、やはり私なんかも本当子供の頃から映画館に通っていて、映画で育てられた部分もあるんですけども、わざわざ映画館の暗い空間にね足を運んでみた、大スクリーンで見た映画って結構ね忘れないんですよね。石澤さん、本当に映画お好きですものね。そうですね。今わざわざとおっしゃった、そこも大きいですよね。今日はこの映画を見るために行くんだ。そして大勢人はいるんですけども、集中できるんですよね。その時間、不思議ですよね。これは家で、見るとなるとね、いつでも見られちゃう、そんな気があるもんだから、何回も止めたりね、ちょっとトイレ行ってくるとかね。そうそう、最近だと、わざわざ時間を飛ばして見る方がいらっしゃるんです、ね、そうなると、ちょっと本来のものとはまた違うものになっていきそうな気がしてね。でもいつまでも残りますよ、映画館で見る映画っていうのは。あってくれるといいですけどね。映画館って昔は、今でもそうかな、デートコースのね、そうそう、一つの重要なポイントだったでしょ。ですよね、はい、ご利用になりました今見合っちゃいました ね、 そうですね、私なんかスターウォーズを見た覚えがあります。デートでスターウォーズですか、はい、あれ石澤さんは。私は映画館はやっぱりデートではあんまり使わなかったですね。そうですか。やっぱり映画は一人で見に行くと、でもちろんね、使わないこともないんですが、それはその映画を見たかったというよりはデートの中の一つの要素としていうくらいでしたね。ちょっと違うんですね。違うんですね。いろんな思いで、いろんな見方で、みんな映画館で楽しんでいる、これはこれからも変わらないんじゃないかなって気はします ね、はい、さて、昭和の時代ことに、その外国映画ということになると、私たちには大切な案内人がいましたよね、字幕を翻訳してくださる方です、今日はスクリーンでも何度も何度も何度もその名前を見た戸田奈津子さんをお迎えします、はい、ぜひ最後までお付き合いください。ラジオで語る昭和の話、今日のテーマは映画の字幕と女性のキャリア、戸田奈津子が語る昭和。お客様ご紹介しましょう。映画字幕翻訳家の戸田奈津子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは戸田奈津子さんのプロフィールからご紹介いたします。戸田奈津子さんは東京都のご出身、津田塾大学英文科在学中に映画の字幕翻訳に興味を持ち、会社員を経て字幕翻訳の勉強をスタート。昭和54年、名匠フランシス・フォード・コッポラ監督から指名されて映画地獄の黙示録の翻訳を手掛けたことで注目されます。その後はタイタニック、バックトゥザフューチャー、アバターなど世界で大ヒットを記録した名作映画の字幕を担当、映画字幕翻訳の第一人者としての地位を確立されています。さっきも言いましたけれども、映画を映画館に映画を見に行って、
字幕戸田夏子というそのクレジット、うん、我々はもう何回見たことでしょう、本当にね、お目を怪我しておりました、もうあの、うん、どれだけの数のその字幕翻訳を担当されてきたのか、えもちろんなんか記録なんかしてないんですよ、そういうことは苦手でだけど、まあ、あのあれなんて1本あの翻訳するのに1週間なんですよ、1週間ですよ、セリフが多かろうと少なかろうと映画会社それできると思ってるから、いや1週間せめて10日ですね、うん、ということはにあの年間50本になるわけです、うん、でかける年数かけるだいたい本数が出ますでしょ、はい、そうすると、まあ、1500を、まあ、ちょっと超えてるかなっていう感じ、非常にアバウトなんですけど、クラ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 、今あのお話伺ってても本当にこう、うん、テキパキと、はい、あの言葉がどんどん出てくる、すごいなと思うんですけれど、あのちょっと驚いたんです、うん、お生まれになったのはあの第二次世界大戦前ということでよろしいですか、はい、あの昭和11年でございますが、実は戦争前でして、だからとんでもないもう年齢となり果てました。もうその頃からあの映画には興味は、いえいえ、当時はあの、まあ、幼稚園小学校の時代ですから、うん、うちではそんな連れててもらえませんし、うん、戦争中はもう国威興揚みたいなそういう映画でもそれも行きませんでしたから、うん、本当に戦後ですね、戦後あの、うん、昭和20年に戦争終わりましたね、うん、多分 3,4 年後にあの、まあ、マッカーサーなんかいて、あの映画洋画をそれまでもちろん敵国映画だからダメです、うん、それで解禁されて、うん、その頃まあ初めて映画の洗礼受けたっていう感じかな、うん、今みたいに、ね、テレビなんかないから、うん、映像見たことないですよ、動く映像、うん、でもう衝撃でしたね、やっぱり衝撃でしたか。だってこっちも戦後だからもう本当に食べるもんはないし、もうね、うんうん、すごいもうあの貧しい生活してるところにあのバラ色の外国映画が来たんですよ、なんかアメリカ映画とかね、それからヨーロッパ映画とか、もうなんか別の星を見てる感じですよね、とても同じ地球上にああいうとこあるなんて思わなかったですでもその頃ご覧になった映画って覚えたりします？もうね、なんか順番がめちゃくちゃなんだけど、もちろんあの親とか親戚にくっついて見に行ったんで、うんまあ荒野の決闘とかジョン・フォードのものですね、おじがいたから多分その人が連れてったとジョン・フォードの西部劇とか、あるいはミュージカルですね、あのリアナ・ダービンなんて言ってた歌の上手な子がいて、はい、その子の主演するミュージカルとか、あるいはあの、ガストとかね、それからそういうちょっとロマンチックなものですね、うん、悪いものを連れてもらって、でも私だけじゃないんですよ、うちだけじゃなくて、日本中全員が飢えてたから、もう娯楽に、もう映画館満員、汚い映画館ですよ、バラック建ての、うん、それで椅子なんかないの、ベンチでしたよ。でそこにもう詰め詰めでね、それで見て、でもう通路にも座って、でもみんな見てたの。そういう、もう娯楽に飢えてましたから、テレビはない、新聞もろくろくないんですよ、だからね、本当にその絵でも私もハマった一人です。もう当時から字幕がついてたんですか？もちろんもちろん、あの戦前ももちろんヨーロッパ映画いろいろあったわけで、字幕はそこでちゃんとその私たちの先輩がちゃんとそのルールを決めになって、字幕はありました、もちろん、はい。でもね、まさかゆくゆく自分がその仕事をね、されるようになるとは。もちろん最初はね、ただもう素敵な映画に憧れて見てただけですけど、それやっぱり高じまして、やっぱりなんか映画に関わりたいと思って、それであのそういう時代ですから、英語がね、あの始まる中学、それまで英語のアルファベット見てませんよ、戦争中だから。で中学であの英語が始まって教科書もらって初めてアルファベット見たの、だから今の幼稚園の子だってアルファベット読めるでしょ、あの頃はそうじゃなくて、それででもあの映画で喋ったの分かんない言葉がこれだっていうんで、すごく英語には興味がありまして、で英語は一応まあ勉強したの、他はしなかったけどそれだもんで、あの私の好きなものがまず映画で、それに引っ張られてボーナスで英語に興味持ったのね、おまけね、おまけで英語を勉強して、それでまあ映画と英語が活かせるったらもう字幕しかないじゃない、それにそこにね、その焦点が当たったんです、いやでもその幼い頃の映画館での思いがそのまんまもう生涯決めてしまったぐらいの、それほど好きだったの、だってあの暗い生活の中で映画だけがなんか光というか、希望の持てるものだったから、
でもその思いがやがて、自爆翻訳家としてのね、あの戸田さんの人生決めているわけですけど、そう決めたとだったことは確かです、はい、その辺のお話はこの後1曲お届けしてから伺いたいと思います。戸田さんに選んでいただいたんですが、プレスリーのラブミーテンダー、これはどんな思いですか？これはですね、あのそれで私その当時の英語っていうのはね、さっき申し上げたけどヒアリングとか会話なんてゼロなわけです、うん、そんな先生がおしゃべりになれないわけですから、うん、文字だけ、はい、で何にも聞いてもイエスノーぐらいが分かるぐらい で、うん、でこれじゃいけないって、うん、ヒアリングを勉強しようと思ったの自分なりに、うんうん、でそんな会話学校ないから、あのラジオの歌を聞いてね、それでこう書き取りをしようと思ったんです。で当時はロックは全然聞き取れませんけど、うん、ラブミーテンダーとかプレスリーの歌ってスローで聞きやすいでしょ、うん、でああいうのを聞きするわけ、まあ、ヒアリングの練習になるかと思って、うん、でそのうちの一曲で、あれはゆっくりだし非常にあの分かりやすいので、うん、でも分かんないとこはいつまでも拍手ですよ、うん、だけど、うん、そういうふうにしてノート随分食べました。歌を聞くという、まあ、その一曲でした。あ、ね、あのプレスリーといえば近畿またね、あの映画新作ありますよ、ね、私見てないけどとても評判良かったんですよ。こちらはバズラマンの、ね、作品ですけど、ではここで、戸田さんが選んでいただいた曲聴いていただきましょう。エルビス・プレスリー、ラブ・ミー・テンダー。エルビス・プレスリーでラブ・ミー・テンダーでした。あのしっかり聞き取れてるかな、大丈夫かなってよなんか語りかけてくれるような歌声に聞こえました。そう、ねまあ、とにかくテンポもあのゆっくりですから、うん、何とか聞かせ取れるという、はいはい、なるほどね。あの先ほどの話でね、コンスタントにじゃあ映画はご覧になってたんですか？もちろんもう、ね、それも高いのはいけませんよ、学生だから、うん、当時は3本立てなんかあったわけですよ、ね、で3本立て100円とかね、そうすると朝から晩まで映画ばっかりにいて、うん、3本見られるんですよ。だからそういうところほっつき歩いてました。大丈夫だったんですか？補導されなかったですか？うん、補導はされないし、学校も別にそれは禁止、私たちは全然禁止されませんでしたね。そうでしたか、昔はほら入れ替え制ないですから、ないですよ、ね、いくらでも座ってられるし、もう本当にその好きなものがはっきりしてらして、うん、もうまっしぐらですね。そうですね、割り方ぶれないというか、それは自分でもそう思います、うんはい、でもその好きというところからこれを自分の仕事にしようと、うん思われるのはいつ頃からなんですか？それはねもう、ずっと映画漬けの学生生活 で、うんで大学まで、うん、やっぱりその通りだったんですね、うん、で大学出るとさすが私も稼がなきゃなんないじゃないですから、うんはい、それでパンを稼ぐために、でやっと真剣になってね、その映画ばっかり、見ちゃダメだと考えようって言って、うん、でやっぱりわがままなのが根本的に、私わがままで嫌なことはしないという主義だもんですから嫌な仕事はしたくないわけですよ、うん、で好きなことって思ったら、映画でさっき英語ってしたらもう字幕だって、そこであの初めてその大学卒業ギリギリですよ、うん、やっとまあそれが見えたかなっていう、うん、それからもうブレずにそれを追いかけました。だけど当時どうですか、映画字幕っていうその仕事、これ職業として、一般的には認知されてたんですか？もちろんね、あの昔からその私の先輩が10人足らずいらっしゃいました、プロがね、でとてもお上手です、もう大変お上手な方たちで、うん、全部男性で、うん、私は、まあ、いわゆる大学生、うん、相手はもう40、50の大学の先生みたいなジェントルマンたちですよ、でそういう方がねがっちりもうその画像を作ってらっしゃってね、トントンって入れてったって、そんな女学生が入れてくるわけないですよ、だからそのウェイティングがなかったです、入れなかった、その塀の中に、私ね高校、まあ小さい時から映画ずっと見てたんですけど、特にあの中学高校あたりから洋画見るようになって、ずっと見てて、いつもね字幕は男性の清水さんとかね、出てて、ある時ですよ、ある時ふっとね戸田夏子が出てきたんですよ。誰だろうこの人、あ出てきたな、あの女性の名前だなっていうのは、そうですね、初めて覚えてましたね、それは、はい、あそうですか、石田さんその よく見てらした最初の洋画で一番覚えてらっしゃるんで、どのそれ聞くと大体年代が分かるんですけど、あの、ハリウッドの、ミュージカル映画のリバイバル季節が来たんですよ、ですから、南太平洋だとか、それからあのそうですね、オーソドックスなところで言えば、前 の、 あのウエストサイド物語だとか、それからそのリバイバル？リバイバル。リアルタイムじゃなくて？じゃなくて。そうですか。すいません。そこは年代が大丈夫ですか。あの驚いて倒れないでください。そうです。
倒れかかりました、あまりにもお若いんだじゃん。いやいやいや、ですからそういう、でもそうですね、まあ、フランス映画もフィルムノワールだとか、はいはい、それからイギリス映画も例えば心をつなぐね、ロックフェンサーとか、あの辺がダーッとね来始めてた頃、そんな中で、あの戸田さんは、僕はいくつもその衝撃的な作品に出会いがあるんですけど、戸田さんは第三の男を挙げてらっしゃるんだよね、だからあなたの時代の前でしょ、それは。そうです、はい、ロックフェンスなんてずっと後ですから。すいません、はい、いやいやいいんですよ。私だからあれは高校の頃かな、うん、でとにかくもちろん映画は好きだったけど、あの映画で見て決定的に映画ってすごいと思ったのは第三の男です、うん、でああいう古いね、このいわゆるあの名作というのは今見るとね、なんか、こんなつまんないもんだと思う映画もあるし、あるいはもう本当にあのもういつ見ても新鮮だっていう映画、うん、2つは分かりますね、昔の映画って、はい、で第三のとこはもちろん今見ても全然古くないし、うん、素晴らしいっていう香り立つ映画ですね、うん、だからそれに惚れ込みまして、もちろん当時はあの DVD ないじゃない、そんなもんね、だから映画館に一時行くんですよ、それで あれは名作だったから、リバイバルをあの新聞にちっちゃい映画の広告いっぱいありましたでしょ、うん、あれ見てね第三の男って出るとね、もうどんなとこまで飛んでくわけ、郊外でも何でも、で数えていませんけど、うん、多分私の記憶としては50回ぐらい見ました。そんなに、それ追っかけ追っかけ何年間の間によ、またやってるって行くわけですよ、遠くのなんか浦和とかそういうところまでね、だから頭の中に DVD があったという感じでした、うん、どこでも自由になんか再生できるみたいな、それぐらい好きでした。とことん覚えてらっしゃるわけでしょ、覚えてらっしゃるけどまた見に行かれるっていうのは何がそうさせたんですか、うん、だって見ても見ても新しい発見があるし、うん、あの映像の美しさは何遍見ても飽きないし、うん、あの映画って本当に映像音楽ストーリー全てが ね集合に良かったのよ、うん、ただ演技がうまいとかカメラがそうじゃなくて、うん、全部が素晴らしかったのね、うん、だから何遍見てもね、あのオープニング始まると胸がドキドキしました、音楽も含めてね、もう50回もご覧になったらセリフも覚えちゃいますね。だからセリフだって英語じゃないですよ、字幕よ、だって聞けないんだもん英語はね、まだね、もう聞けない全然、うんうん、だから字幕で全部覚えてるわけですよ、うん、でその字幕の中に一つにすごく印象的なものがあって、字幕の翻訳って直訳じゃないっていうのを それを見て分かったの、直訳じゃなくても実にその人の気持ちを表してる、いわゆるエッセンスがね、生かしてる英語 で、うんうん、でだから翻訳としても面白い翻訳だっていう、つまり本はもう逐語が訳すわけじゃないでしょ、そうじゃなくて自分の翻訳者が自分の感覚で訳せるという、そこは面白いなと思って、それで惹かれましたね、直訳ではなくてエッセンス、それだって短くしなきゃいけないんだよ、ね、じゃなくて確かにあれ全部直訳、なんですよね、だって人間はそんなにあの早く読めないの聞くほど、でもし直訳したら画面中字ですよ本当よ、確かに、ね、上手じゃなく、だってあっという間に消えますよ、そうですよね、分かんないじゃないですか、だからやっぱり読める範囲に縮めんですよ、それが一番の特徴ですけど、だから何秒で何文字だとか、で1秒間に大体3文字ですね、1秒で3文字、だから3秒のセリフなら10文字にしなきゃいけないわけ、その制約はもう死守しなきゃいけないけ、読み切れなかったら何にも役に立たないんです、そうですよね、途中で消えるわけでしょ、でお客さん分かんないじゃないですか、話が、確かに、それが一番の、特徴だし面白いところです。先ほどとてもその、男性社会だし、人数も限られてるし、なかなかこう入れない世界だということでしたけれども、実際その最初に訪ねて、それでそのさっきおっしゃった清水さんという方で一番出るのでね、全然情報がない、ネットもないから情報知らないわけですよ、うです、どういう世界か、でいつも清水さんの名前出るから手紙なんか出しちゃって、私としては勇気があったことなんだけど、そしたらもちろん無理ですよって言われました、それでも諦めずに、で結局でもその、目視録でそのブレイクするまで20年間ウェイティングをしたわけです。20年間、だってあの目視録が40過ぎてからですから、だから大学出たのは20歳ちょっとでしょ、だから20年間入れなかったです、その間はどういう、それからだからもちろんあのパンは稼ぎましたからあのもちろん翻訳 A からは和から A っていうそういう、いろんなあのアルバイトがあったし、で途中で通訳しろっていう話が入ってきて、でそれで、俳優の通訳するって喋れない人がですよ、それまで会話できないのに他にいなかったんですよ、そういうことはできる人が、
でやりなさいって言うんで、喋、うん、れませんって言ってるのに私最初の英語で会話したの記者会見すごいでしょ、そういう時代だったのよ。今じゃ許されないそんなことでもそれだもうしどろもどろでもしょうがなかったんですよ。時代もすごいけども、うんうん、戸田さんも結構いい状況されて、状況しまだから私やだやだってもう辞退し続けたんだけどもう突き出されましたよ記者会見場に、はい、私がやりたいのは映画の字幕なんですよ。そうです、喋ること私全然好きじゃないし訓練もしてないしできませんって言ってんのに、うん、経験もないって言ってんのに、うん、他にいないからってこれですよでも結局その修行が、うん、身についてきた。もちろんだからね、うん、あの会話っていうのはあのやれば上手くなるわけよあれは、うん、で本当に1ミリぐらいずつでも上手くなるんで、まあ、それから何十年経ってますから、まあ、一応今もそれも仕事の一部になっちゃってるんだけども、でもあの振り返ってあんなに嫌がった仕事ですけど、やっぱり映画の第一線の人ってすごい才能とね、やっぱり人間的な魅力のある人があって、結局今ものと嫌だったけども、うん、今も宝物を手にしたっていうそういう気持ちはしてます。本当に素晴らしい方にお目にかかれて、その20年、そうでも別にそんなね歯食いしばってねそんな必死の思いしたけど、それはそれなりにちゃんと楽しんでましたけど、うん、結局20年はかかりました。その20年ぐらい経ってその映画の字幕の仕事に疲れた、それはどういう、それはですね、なんかその途中でその通訳やれっていう話が来ちゃって、でいろんな方とお会いして、その中の一人があのコッポラ監督だったんです。あ、なるほど。であのそのゴッドファーザー作った、うん、もう本当にもう日の出の勢いのコッポラさんが、うん、この目視じゃない、うん、あの地獄の目視を撮ってるんで、ね、それでお手伝いなんか、うん、通訳として、あのちょっとお手伝いして、はい、それがきっかけで本当に今幸運だったんだけど、うん、であのすごい映画ができた時に、うん、まあ、あのゴッポラ監督はもう鶴の一声ね、あの方あの大巨匠でしたから、うん、であの私ロケ地なんかにも行ったりしたもんですから、うんうん、そうですか、彼女はずっと僕の話聞いてて仕事を見てるからね、字幕は彼女にってその映画会社に言ってくれたわけ、一言、うん、もうしたら誰もゴッポラのはいって言うほうがないじゃないですか、うん、そうですねこの人あまり経験がないなんて言えないわけよ、はいって言うんで、それでやらせてもらった、コッポラ監督が、コッポラ監督もだからあの戸田さんの動きをしっかり見てたんですよね、まあ、もちろん随分お付き合いしましたからね、うんうん、あの私がすごい映画好きってことは分かっていただいたと思います、うんうんうん、はい、はい、ではさっきのねこのどう字幕を作っていくかというねその話で言えば、私ね実は三十数年前にまだ戸田さんが一番今も忙しいですけど、その時も忙しかったんですよ。いや、その頃はずっと忙しいです戸田さんにインタビューしに行った時があって、ちょうどあのレッドオクトーバーを終えとかね、ショーン・コネリー ね、あれの最中で、で戸田さんのお机のそばを見たら、あの潜水艦の資料がね、あ、積んであったんですよ。そうでした。で私これあの、まあ、確かに潜水艦の映画なんだけど、うん、一応ね、潜水艦って何ってことも知らなきゃいけないし、もちろんそうです、ね、でもリサーチする時間なんかないんですよ、うんうん、これ来たから、はい、1週間でって言われるから、そんな何が来るか分かんないから事前の調査ができないわけですよ、もちろんやりますけど、でももう大変なあれの、でそういう特殊なものって、例えば潜水艦あるいは SF とかね、この病気の話、医者の話とかね、裁判もの弁護士の話とか、あらゆる分野のことは全部来るわけですから、そのたんびに、でそういうものを、例えば潜水艦の映画だ、潜水艦のノリが見る分に決まってないですか、そうですね、そしたらあそこは違うっていうのに決まってだからきちっとしなきゃいけないわけね、そこらすごいたびあのプレッシャーでした ね、ほぼプロが見に来るんだから絶対間違ったことは書けない、我々はのほほんと見てますけどそうですね、でしかも全部訳すわけじゃないから、限られた字数の中で訳す、そのことで言うと、そういったあの字幕翻訳で活躍されている戸田さんのね、姿を見て、特に女子大生たちが自分の就職先としてね、みんな希望してきたと、だけどその時に戸田さんに伺ったら、ダーッとすごい数が来るんだけど、でみんなあの自分の能力としてね、英語だとかフランス語だとドイツ語を母国語のように喋れる子たちばっかりだと、向こうで育ったから喋れます、映画全部わかりますって、それは当然なんだけど、だけどダメだって、何が違うんですかってお聞きしました。はい、はいはい、例えばフランス語が喋れてもね、訳すのは日本語なんですよ、うん、で向こうで育っちゃったら日本語ができないわけ、うん、あまりね、うん、それはもう絶対字幕はできません。で私のまあ経験から言うと、うん、あの字幕の仕事は8割が日本語です、日本語の力です、うん、
あと2割がまあその言葉ね、うん、外国語ですけど、日本語は分かんないから絶対できないんです。そこが分かんなくて、まあ、つまり外国語ができるから、うん、すぐできると思うわけね、うん、それはとんでもない認識不足で、うん、はい、それを聞いた時に、ね、本当に目から鱗出て、ね、なるほどな、これをどう置き換えるか、うん、単純にあの意味じゃなくてね、その文化をどう置き換えるか、しかも短くですよ、だから5時で喋るの2時で言えられればその方がいいわけだ、いろんなね、あの語彙を知ってなきゃダメでしょ、うん、その時に初めてね、字幕の仕事ってそうだったのかって。でもそれが、そこは楽しいんですよ、パズルみたいなもので。楽しいですか、だそれだからこれだけやってるんですよだから何時にこうね、こうなんとなく落とし込むっていう、それを考えるのが楽しい、パズルと同じよでもこれは大変だったっていうものもありますか、うん、まあそうですね、みんなそれぞれね、どれもいろいろその映画独特のまあ問題があってね、うん、皆さんが意外にね、と思われるのはね、B 級 C 級のが難しいんです。もう素晴らしい映画はね、もう全部ビシッとね理屈があってるわけね。で B 級 C 級になるとね、うん、台本がいい加減なわけね。でこの結末どうなったの、途中でね穴がボコボコ開いてるわけ。そうするとスリスマが合わないわけですよ。である人物は途中で消えちゃったりするじゃないですか。あの人どこ行ったのだってね。それは私は作るわけいかないじゃないですか、うん、そうするとやっぱり見た方はあれ変ね、よくわかんないねって言うんで、これは字幕悪いんじゃないって言うわけですよだからかえってそういう出来の悪いのがそれなりに大変なんです、うん、で出来のいいのはどんなに難しい内容でも、うん、台本がきちっとしてればそれやりやすいっていうことになります、うんうん、でも、うん、その出来のいい作品でも、うん、日本であの爆発的なヒットになった E.T. なんていうのはどうなんですか。 E.T. はね、あれはまあ、あの誰でも分かるお話で、うん、あれ、まあ、まあ最後なんか泣けるでしょ、ああいうの見て本当私もやりながら泣いてるんですよ、ポロポロ。なんては別れるとこなんかね、でもあの子供たちの会話っていうのはまたちょっとね、あの子供らしい表現しなきゃいけないんでしょ、 あれがねやっぱり字数を食うんですよ、なんとかしちゃってとかね、そういう、なんていうの、ああいうちっちゃい文字で書くのは何、即音、うん、即音か、うん、だから何々だよ、何とか何なんじゃったとか、こういう何って字数食うわけですよ、そうするとね子供っぽさが出ないわけだ、そう、あれはとても、そこがとても大変だったかな、でも泣ける映画でしたね、うん、そうですね、戸田さん泣きながら翻訳してたっていう、ね、もうあの歌なんかでと踊っちゃうし、一人ですよ、一人よ、自分の机の前でいろいろとやってます、楽しいです聞けば聞くほど字幕翻訳って大変な仕事ですね、うん、いや面白いんですよ、うん、今夜のテーマは映画の字幕と女性のキャリア、戸田奈津子が語る昭和、映画字幕翻訳家の戸田奈津子さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はあの女性のキャリアということでも伺いたいんですけれども、うんうん、その、ま、字幕翻訳の仕事をされるまでの間とか、その後もあの周りの例えばご家族の皆さんとかは、ずっと応援してくださったり、あの私あのその父がね、あの生後1ヶ月で戦死しちゃったんですよ、うん、1年で、はい、だから何にも覚えてないわけで、うん、母と2人きりでずっと暮らしてましたので、うん、だから本当に身内は母だけだったのね、うん、でやっぱりあの当時はやっぱり女は嫁に行けみたいな、そういう時代ですからね、うん、私が何にもそういうことで全然関心って、もう映画の方ばっかりか見てるもんだから、もちろん心配してました。で最初はね、もういわゆる適齢期の頃はね、見合いしろとか言ってましたけど、私は全然拒否してましたから、そのうち諦めましたね。それでもう何も言わなくなりました、うん、で、まあ、最後に、まあ、ちゃんとその道もあの開けたので、うん、一応最後は別にあの文句は言われませんでした。でも母だけだったので、ね、あまりそのプレッシャーは母からだけでしたお嫁に行けっていうプレッシャーはいろんな方がね、こういう仕事ある、つまり他から見たら何してるか分かんないか、この人勤めてもないしね、なんかアルバイトだけしてるって、だからあのいろいろ紹介してくださるわけ、この仕事どうってね。でも全然それしたくないわけよ、だって私魅力ないんだもん。だからもちろんお断りするでしょ。だからあのもうこれしかないっていうか、他にはあまりなんていうの魅力がなくて、それを追うしかなかったという、うん、そういう感じですね。で一方で、うん、地獄の黙示録で登場するまで、うんうんうん、はい、その間っていうのはどうなんでしょう、はい、私にやらした方がうまくなるのになとかそんなことないないですか。そんなことないです、うん、で、まあ、その黙示録に来るあの当たる前もね、うん、あのまあ、本当に
映画会社で私が字幕したいって言ったらみんな知ってるんですよ、その業界は、うん、でもう売れそうない映画を時々くれるわけね、もう1年に1本とかそういう感じですよ、うんうん、そうするとやっぱりすごく下手ってことは分かるわけ、やっぱりあれ経験でやっぱり体で覚えてきますからね、やっぱり下手、自分は明らかに下手なのよ、うんうん、であの画面と水と油になっちゃうの、セリフ字幕とあの画面が、うんうん、まあ、その感覚はちょっとあの他の方は分かんないと思いますけど、うんうんうん、字幕が浮いちゃうのね、でこう本当にこうぴったり来ないんです、そこら辺の感覚はやっぱやらなきゃ、うんうん、あの体につかないんですね、うんうん、本当に下手でした最初は、じゃあそのなんだろう、なんで私インド来ないのよっていうそういう他を恨むようないやそんなことない、やってる方はそれなりにみんな上手だし、うん、それでそのあの映画、 あの映画ってね、うん、あ何億円もするものですよ、で映画会社はその社運をかけて買ってくるわけでしょ、うんうん、そんなものを、ね、素人に あげるわけないじゃないですか、そろばん弾いたら、うん、もちろん信頼できるプロにあげるでしょ、うんうん、だからその新人なんか来るわけがない、そういう体制もあるわけね、だから全然話はもらえなくて、なんとかこっぱらさんの一言で道が開いたんです、はい、でも今のお話を伺うと、うん、その道が開いたんですけど、うんうん、なんか大変なことですよね、まあ、開けちゃったんですけど、まあ、それはまあ運が良くて、だからちゃんとあのその20年ウェイティングしてる時に確保してましたよ、うん、そういう、まあ、ラッキーブレイクって言うんだけど、そういうブレイクがありゃ、まあ、とっても良かったんだけど、もう開かない場合もあるじゃないですか、はい、そうです、だって五分五分だもん、ね、成功不成功、確かに、だからそれはちゃんと意識しました、これだけ待ってね、仕事が来なくても、でも不成功は50あるんだって、それをいつも肝に銘じてました。それでなきゃね、もし夢ばっかり追っててね、うん、ダメだったらもう立ち上がれないよ、だからそこのいつもマイナスは見てました、それはちゃんと自分でやってました、覚悟の人ですね戸田さんは、まあまあ、そんなだから大それた自分の中でそれは一応まあ心に決めてました、はい、戸田さんはあの映画館に行くと字幕の戸田夏子の名前で、お会いしますけれども、新作の映画が来るとね、いろんなあの紹介のニュースが出てきます。必ず戸田さんがそのスターのそばにいらっしゃる。いらっしゃるんですよね。いろんな方とのね。だからそのさっきのね、うん、そういう嫌だ嫌だっていうのに強くやらされて、その慣れの果てがそういうことになっちゃいまして、いやいやいや今もでもやあの言ったように素晴らしい方たちと出会いがありますので、うん、ついあの下手な英語を恥をかきながらやっております。何をおっしゃる。本当に。最近で言うとよくトム・クルーズさんと一緒になっているとか姿よく見ますけども、ね、まあ、彼は帰ったばっかりで。非常に印象が今新しいんですけど、うん、まあいい人でね、やっぱり、もう30年近くかな、うん、まあの人またよく来るでしょ、うん、でそのためにあのお付き合いしてますから、うん、本当にまあ、あのお友達に ならせてもらってます、他の俳優さんでいうとどうですか、ね、時系列的に言うと一番そういうスターで一番早かったのはハリソン・フォードかな、最初のスター・ウォーズね、はい、それからリチャード・ギア、はい、デニーロもロバート・デニーロ ご家族とお付き合い、うん、それから、はいはい、うん、まあ、そこら辺かな、うん、まあ、なかなかみんな家族ぐるみみたいな感じで、うん、あの付き合わせていただいて、うん、とても素晴らしい人です、はい、そこら辺かな、うん、家族ぐるみでってさりげなくおっしゃるけどすごいことですね、うん、まあ、他にはもう 何人お会いしたか分かりませんけど、うん、あのもう100人近いですよね、今監督とかそういう人もいますからね、何遍も会ってる方いますけど、うん、まあ、あの随分いろいろそのたびにいろんな新しい印象で、うん、あの勉強いたしました、はい、どうなんですか、あの大変なスケジュールの中で、うん、ああいう俳優さんたちもお見えになるわけで、どういうところをこう気を使われますか、やっぱりね、あの私はいつも気をつけておりますのはね、つまりあの見上げちゃいけないのね、例えばね、あの、ハリソン・フォードそこに現れたとするじゃない、うん、はい、みんなあハリソン・フォードって見上げたからさあれ本人一番嫌なのああいうことされるのがやっぱり普通の目線で普通に会話してもらうのが一番気楽なわけですよ、でみんなこうあがめるようにあれがとっても嫌なだから私は一切それはしないで、たとえどんな大俳優でも、もう同じ目線で、私はこういう人間よって明けっぴろげに見せる、と向こうもちゃんとオープンになってくださるという、これはまあ一つあの取得したあれかな、あのつまりあの事前にいろんなその印象を自分で決めちゃわないということですね、もうその素のままで付き合うということが一番素直なお付き合いができると思います、それ普段の人間関係そうです、ね、同じでしょ、別に相手がスターになったって同じですよ、うん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 、偽る人は嫌でしょ、そうですよね、
今伺った中でいうと男性男優さんばっかり出てきます。女優さんどうですか。まあ、一番素晴らしいのはメリルストリープですね。彼女はね、本当に、まあ、女優としてはもうすごいじゃないですか、はい、そうですよね。でもまたご本人がね、うん、もう全然気取らない、いわゆるピカイチの大女優でしょ、うん、まあ質素なこと、うん、でもいつもね本当に質素なもの着てらっしゃって、そこら辺の吊るしを買ってきてるぐらいね、でも本当にもうお化粧なんか口紅ちょっとつけてらっしゃるぐらいで、まあいい方なのよ。もう本当にね、あの普通のそこらに、まあ言い方はいいけどおばさん、そこら辺のおばさん、どんなお話をなさるんですか。いやもうだから演技とかそういう難しい話はやめて、お家で娘さんがいるから娘さんたちの話とかね、であのちゃんと家事もやってらっしゃるから、あのどういうお料理が得意なのかそういうことですよ。だからね、アカデミー賞の授賞式なんか見てると、あのオスカーを手にする女優さんたちが、みんなあの彼女をちゃんとこうレスペクトしてるという、もうね、だから言いますよね。そうです、だからいや女優の向こうはもうそういう底辺がすごいから、なんか、役者になりたい、だから女優の卵は全部メリル・ストリートが憧れね、男はデニーロです、もうこれも2人決まってる、神様みたいに思ってる、その道を志す人はね、それぐらいやっぱり素晴らしい仕事してますから、すいませんちょっとミーハー的なことばっかり伺っちゃうんですけど、監督でいうとね、スピルバーグ、さっきあの E.T. が上がりましたけど、スピルバーグって方は、あの方はね、もう子供ね、あの人、で、いわゆる心は子供、ハートは心ってね、多分彼は映画の話とね、食べ物の話しか私聞いたことないですよ。多分彼は政治とかそういうことは全然分かってないと思う。もう映画だけその代わりすごいですよ、昔から全部見てて、あの場面はこうだってもう全部覚えてる、そういうぐらい映画の映画付けのね、やっぱりある意味一つの天才ですよね。でもね、それ以外に何にも興味がない人だと思います。で、心は子供ね、あの E.T. がまさに彼の心なのよ、あの E.T. の心が。ですか。もう映画が大好きで、もうその道を発信されて、ちゃんとしてるのはすごいですね、そこは通じるところも、まあ、映画好きなことは同じでしてもね、そうそう、レベルは大違いでございます、本当に謙遜されておりますけども、ではもう一曲参りましょう。スピルバーン監督がリメイクしたことでも最近話題になりました、あのこの作品ではウエストサイドストーリーになってますけどね、前はウエストサイド物語で、その36年昭和36年に公開された、ウエストサイド物語から戸田さんのこれはリクエストいただきました。このクール、はい、まあ、あれ、いい曲いっぱいあるんですけど、あの私はやっぱりクールが一番、あの踊りもあの場面すごかったので、これはあの前のバージョンや、あの、スピルバーグの前のね、あのジェロム・ロビンズが振り付けた、あれのクール、素晴らしい場面、路上で踊るんですけど、ニューヨークの、あれあそこが一番好きです、あの場面が。そう、皆さんもですね、フィンガースナップ聞かせながら聴いていただきましょう。クール。ウエストサイド物語からクールでした。今日は映画の字幕と女性のキャリア、戸田夏子が語る昭和と題して、映画字幕翻訳家の戸田夏子さんにお話を伺ってまいりましたが、ここで戸田さんの新刊本、枯れてこそ美しくという本のお知らせです。このご本、ニューヨーク在住の日本美術研究者の村瀬美恵子さんとの共著になるんですね、戸田さんと元コロンビア大学教授でメトロポリタン美術館特別顧問を務められた村瀬さんのお二人がリモートでこれ対談したお話をまとめた一冊なんですね。リモートだ、まあ、そうなんです、時期が時期だから、全然その本当はニューヨークに行ってお話しすることできなくて、あのリモートにいたしました、これ村瀬先生ってね、97歳でいらっしゃるんですよ、私より一回り上なのよ、それなのにニューヨークできちっと一人で暮らしちゃってですね、それでこのリモートって彼女一人でやったの、私とても手伝ってもらったけど、彼女はそれをやるぐらいしっかりしてらして、それで97でハイヒールですよ、すごいでしょ、それでもう颯爽としてらっしゃるの、で一緒にご飯ってもうもりもり召し上がるしね、本当素晴らしい方で、まあそういうこともさることながら、その やられたことがね、コロンビアのいわゆる日本美術をアメリカに紹介した一番の功労者の一人でいらっしゃるわけです、で本当にもう何十年コロンビアで日本美術のことを教えられて、その後メットミュージアムのね、あのメットのミュージアムですよ、もうルーブルと世界で2つじゃないですか、それでそこであのいわゆる日本美術を集めるキューレーターなさってて、とにかくすごい経歴をお持ちなのね、で教え子もすごいの、日本の美術を勉強したアメリカで、
でそういう方がね、うん、あの本当になんか誰も知らなくて、うん、ご本人があんなに素晴らしい方なのにっていうんで、うん、でまあリモートで、うん、まああの年は取った2人でございましたけどいろいろとまあ喋って、でもやっぱり結構共通したところなんか見つかっちゃって、つまり彼女も私がさっき言ったように嫌なことはしないっていうそういう主義でしたので共鳴する部分がたくさんありましてね、うん、それでもちろんあの結婚もしてらっしゃらない、そういうことは捨てちゃって、うん、自分の好きな子に好きすんだってことも似てたし、いろいろそういう話があっちゃって、それでこの本になりました、うんうん、だって本当に短い、私これだけ、年になりましたけど、あっという間よ人生、脅かすわけじゃないけど、ね、いや、あの半分上がってきてる感じですよね、はい、だからそれをいやいや、うん、嫌な仕事をしていく場合、そんな、そうそう、私まず自分に申し訳ないと思います、まあ、それは非常にちゃんと言いたいと思います。そうですね、なんとかすべきです。もしそう思っている方がいればね、うんうん、もったいないですし、申し訳ないと思います。ね、宮崎さんだって、ね、自分の好きな道を、うん、いやあなたはもう、いやいやもうちゃんとしてる、いやいやいや、もう勇気湧きますね本当に今日伺っていて、とんでもない、あなたにそんなことをいやいやいや言っていただくあるのない戸田夏子さんという素晴らしい先達がいて、うん、さらにその先輩にその村瀬美恵子さんがいらして、こういう方がいらしたってこと、私は本当に励みになりました。あとに続くその女性たちの非常に大きな目標であり勇気になります。もね、あの与えられた本当に幸いだったと思います、うん、この本やった甲斐があると思いますけど、うん、はい、でもあの昭和の時代と比べると今は女性もこう力を発揮できしやすくなりましたよね。私の一生ですよ、うん、80年の間にこれだけ世の中変わったんですからね、うん、またこの先はもっと変わるわけでしょ、うん、怖いですねどうなるか、いい方に変わってってほしいですけど ね、うん、人生の達人お二人の生きるヒントがいっぱいに詰まった一冊です。まあ、戸田夏子さんの新刊本枯れてこそ美しく、はい、集英社から定価1430円で発売中ということで、お近くの書店インターネットでお求めいただきたいなと思います。ありがとうございます。今日は本当にあのパワフルなお話たくさんありがとうございました。なんか勝手に喋ってごめんなさい。いいえ、とんでもありません。ありがとうございました。そして、戸田さんに番組からプレゼントがございます。お口の健康から全身の健康を考えるサンスターより、歯茎細胞に侵入する歯周病菌をブロックして歯周病を予防するガムウェルプラスのオーラルケアセットを差し上げます。健やかな体でこれからも元気に充実した毎日をお過ごしいただくためにぜひお試しください。まあ、こちらでございます。あの、はい、私ちょうどうちね歯磨きのチューブが切れてて、うん、であの昨日この虫歯治療したばっかりだったんで、必要です。よかったです。昨日ガリガリやられたばっかりなんです。ぜひ、ね、ご利用いただければと思います。ありがとうございます。すごいね、いろいろと、はい、ありがとうございました。またぜひお目にかかりたいです、はい、続いてはサンスターちょっと気になる健康の話。お医者さんに行くほどではないけれどちょっと聞きたい健康のお悩み、そんな悩みをリスナーの皆さんからお寄せいただき専門家に答えを伺うコーナーです。6月の担当は九州大学大学院歯学研究員助教でサンスター財団金田博夫研究助成基金の2015年度の受給者新城孝則先生です。口腔機能修復学と歯周病学がご専門です。新城先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では宮崎さん、今月は歯とお口のお悩みを取り上げています。今日のお便りご紹介ください。はい、神奈川県にお住まいの高橋さん、ありがとうございます。下の左右の奥歯に親知らずがあります。たまにきんぴらごぼうを食べると挟まることがありますが特に支障がなく痛くもありません。将来を考えて抜いた方が良いのでしょうか、うん、メリットデメリットがありましたら教えてください。きんぴらごぼうね、お好きなんでしょうね。さあ、親知らず厄介ですけれども、新庄先生いかがでしょうね、この問題は。そうですね、あのこの方の場合歯と歯の間に何かしら隙間が空いている可能性が高いと思われます。まあ、この隙間に物が挟まっていくことで歯周病になりやすくなります。で、親知らずは智歯、汁の下に皮を隠しの歯なんですけれども、親知らずの周りの歯周病は智歯周囲炎といいまして、進行するとほっぺたが腫れたり、まあ、熱が出たり、ひどい痛みが出るなどの急性症状が出ることも多いですので、こういった症状を繰り返すことが多いという場合にはまず、一度歯医者さんに見てもらうことをお勧めします。あのそもそも親知らず抜かずにそのままにしておいた方が良いのかななんて思うんですけれど、
親知らずは、最後に生えてくる永久歯でして、大体20歳頃に生えてきますが、実は本当に綺麗に生えてくるということはそんなに多くないというふうに言われています。このと言いますのも、この日本人の顔が、だんだん細くなってきておりまして、生えるスペースがないと、なんとか生えてきたとしましても、磨きにくい場所に生えるなどして、今回のきんぴらごぼうの例のように、親知らずの隣の歯との間にいつの間にか隙間ができてしまって、歯周病だけではなくて、虫歯にもなってしまい、結果的に両方抜くことになったという方も中にはいらっしゃいます。親知らずはよく上下にあるものですが、その片方を抜いた場合、もう一方はどうなりますか？そうですね、実は、この歯というのは、この噛む相手がいなくなってしまうと、その相手を探すようにこう伸びてきてしまいます、でそうすると全体の噛み合わせも悪くなり、また虫歯とか、またその歯周病の原因になっていくこともまたあります、そういった場合は、もったいない話ですが、両方抜いていくということになると思います。新藤先生、お口の中の状況ってね、人によっていろんなケースが、あろうかと思うんですね。ですからこの抜く抜かないの判断、難しいと思うんですが、どうでしょう？そうですね、親知らずは、実際しっかりした歯ではありますので、ブリッジとか、入れ歯の土台にもなってきますし、最近では条件が合えばですけれども、親知らずを歯を抜いたところに移植して他の歯の代わりの歯として使うという移植治療にも使われることがありますので、ぜひ取っておけるなら、残しておきたいというふうに考えられます。なるほどね、とにかく親知らずがあるという方はね、この自分の親知らずの状況をよく判断して、付き合うということが大事になってくるんですね、新城先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。神奈川県にお住まいの高橋さん、いかがでしたか？まずはかかりつけの歯医者さんに行ってみてください。きんぴらごぼうが美味しく食べられますように専門家にちょっと健康の悩みを聞いてほしいという方は、どんなに小さなことでも構いません、番組までお寄せください。採用させていただいた方には記念品を差し上げます。今日のお話は番組のホームページでもご紹介しています。詳しく知りたい方は親知らずクラブサンスターで検索してください。サンスター、ちょっと気になる健康の話でした。さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。今日は映画の字幕と女性のキャリア、戸田奈津子が語る昭和と題してお送りしました。楽しかったですね。楽しかったですね、こういう素晴らしい素敵な先輩がいらっしゃると思うと、もうすべての女性たち、男性もそうですけれども、私も頑張ろうっていうか、好きなことやっていこうっていう前向きな気持ちになれます。本当に前向きですよね、だからご自身の中にあるその思いというものが明確にあるから、言葉としてね、勢いとしてパンパンパンと出てきますよね。そうですね、とっても気持ちのいい話っぷりでした、本当にそうでした。そして今日はやっぱり映画好き、映画ファンでらっしゃる石澤さんがいつにも増して生き生きと楽しそうでらしたのも、ね、いつにも増してありがとうございま す, いつも楽しんでおりますが、印象に残りましたありがとうございました。さあ、来週は昭和の喜劇王藤山甘美の世界と題してお送りいたします。こちらも楽しみですね、藤山甘美さんの世界、どんなお話が出るんでしょうか。はい、さあ、この番組ではホームページ、インスタグラム、ツイッターに加え、フェイスブックでもいろいろな情報を発信しています。宮崎さんのインスタグラムでもスタジオ収録中の写真などを載せています。ツイッターではハッシュタグ昭和の話でぜひ感想などつぶやいてください。また YouTube でも番組をお聞きいただくことができます。ラジオで語る昭和の話で検索してぜひチェックしてみてください。そしてサンスターはウェブマガジンニューノーマルニューケアで、新しい生活様式に必要な人と地球の未来の健康に役立つさまざまな情報を定期的に発信中です。サンスターニューノーマルで検索してぜひお役立てください。ラジオで語る昭和の話、お相手は宮崎美子と石澤範夫でした。サンスター
文化の泉ラジオで語る昭和の話。この番組はサンスターの提供でお送りしました。